はい、皆さんこんにちは、ちでございます。これ間違えちゃったね。うわ、使っちゃおう。でもね、経験値がね、まだまあもう少しなんだよね。もう少しだけやっぱりレベル上げさせて、もう一回だけね、レベル上げさせてください。さあ、もうちょっと上がるんでね、でから行きましょう。なんかえらいことになってる。すごい気持ちよかった。もう私もわかんない。目がついていきません。早いね、久しぶりに風使った感じなんだけど。うお、すごい。ダメージ食らわないね、これね。さあ、どうなんだろうね。逃げてもう追いかけていくもんね。もう素早い敵だったら気持ちがいいね。まだ倒してなかった。おお、結構時間かかったね。あれ経験値が大して上がってない気がする。あ、ここ美味しいんだよね。このあの何でしたっけ、あのアメーバーね、結構美味しいんですよね。あー、これ彼ら相手できないね。あ、いい。あ、いやいや、おお、すごい、今避けたね。もうね、ガチャガチャだね、もう本当に。さあ、あ、ここ美味しい気がしますよ。あ、降りてくんだあれ。え、降りてくんの？へえ。ああ、そっか、いたな、このシールド貼るのもあったね。あ、でももうね、レベルが上がります。これ上がったらやりましょう。敵結構強いよね。70ぐらいが5、6発もっと当たってる気がするんですけど。ね、ほらね、80、90が5発ぐらい当たってるんで、それ単純に計算してももっと当たってるね。700ぐらいあるんじゃない、ヒットポイントはね。あ、これ戻らないといけないのか。あ、いやいやいや、戻れないね。およよよよ、いけ、あー、そうだ、上に行けたね、これね。これ確か上に行けたんだわ。あ、なんかね、もうね、慣れた感じで行ってるでしょ。よいしょ。あ、降りて。あー、で、ここに降りて戻るのか。どう行っちゃうかな。別のフロアに行きましょうか。あれおやおやおや。こういう時はね、もうね、これでね、ここに行きます。あー、ボスなんだろうな。あー、気が重いったりあれしないね、これ。すごい気が重いね。お、いたた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 。あ、そうだ、お、10万も溜まってるわ。あれ、これもやっとかないともったいないね。おいしょ、おいしょ、おいしょ。おお、あ、あ、食らってる、食らってる、食らってる。うっと、うっと、よいしょ。あー、雷もいいけどね、風もいいね。あ、ここで上がるんじゃない。ほら、上がった。さ
さあ、じゃあセーブして、あー、いや、まずこれを使って、で、飲酒強化しましょう。13万あるんで、スキル消費 MP 級、じゃあこれ欲しいな。これだね。はい。で、セーブしましょう。ここだね。よいしょ。さあ、エポナさんがいるね。あ、違うわ。ああ、やつだ。キシュガルさんだね。かく、待っていたぞ、と。キシュガル、あんたか。ふふ、なかなか良い面構えになったな、と。それでこそ、サウル・トバの右腕というものだ。やはり、団長にこだわりがあったようだな。俺に何を望んでいるよ、と。かく、俺が望んでいるは、真の強者との試合のみ、と。死に合いって書いて試合って言うんだね。確かユニカさんの時もそういう感じだったね。それだけが俺に生きる実感を与えてくれるのだ。その意味でサウル・トバは真の強者ではあったが、押村君は試合の前にすでに動きが鈍っていたことだと。当たり前だ。貴様らが姿を現す前に団長はどれだけ多くの魔物をほふったと思っている。くく、魔を受け入れていれば敵勢や疲労など関係ないと。だからこそ俺は待っていた。サウル・トバを継ぎながら俺と対等の力を手に入れたものと試合える機会ようになる。ちょっと思ったけど、クリムゾンの泥試合をね、泥試合の試合をこっちの試合って書いたら死なないんだろうねいう感じ。お互い死なないんだろうね。かく、見せてもらおうぞ、と。なりそこないの修羅ごときがどこまで高みにこう登れたって、あ、至れたのかを、と。どうなんのこれ。なんか、こんなんだったっけ。もう強引に襲うか。よし、よく見たらいいんだよね。なんか当たってるけどね。なんか嫌な予感がするんですけど。ほらほらほら、擬人化しちゃえ。あら、擬人化できないよ。あ、したの？てか取られてんだね。あ、倒れるのか。勝てそうだね。強引押すよ。押していこう。わ、硬いわ。あ、なんかモンハン思い出しちゃった。擬人化できる？あ、できるね。擬人化しちゃおう。あ、糸もあっさりいけましたねいやいや、あのフェニックスみたいな植物の方が強かったね。よかった。なんとか騎士団の面目は保てたかと。あ、ロッド手に入れました。ユニカさんの時もっと歯応えあった気がしたけどね。これは沢の領域を通るための鍵かと。よし、これでと。いや、いつ見ても凝ってるね、これ。でもこれポリゴンではない気がするんだけどね。あ、ポリゴンなのかな。どうなんでしょうね。今だったらもうこういうのみんなポリゴンでやっちゃうもんね。年代的にはどうなんでしょうね。
あれ、こんなシーンあった？あれれれれれれ、途中まではあった記憶あるんだけどね。ここまであったかな。まあ、なんせこのゲームも買ってから3年ぐらい経つんですか、私は。そうだよね、年一でやってきたと思いますんでね。く、儀式とやらが始まったかと。一刻も早く最上層を目指さなくては。く、く、そうはいかん。バカになと。まあ受け入れたとはいえ簡単に起き上がれるはずはと。く、く、千来たる俺にここまで食い下がったのを褒めてやろう。だが魔の根源が解放されようとしている今、俺の肉体は不死身に近づいている。魔の暴走さっきの弱すぎたのはそういうことなのか。くく、貴様もその気になれば同じように不死身になれるはず。さあ狂え、鬼と春日いいと。断る。何？最後まで俺は俺自身であり続けるだけだと。人の身でありながら届かぬものに焦がれてしまった愚かで無様な俺自身としてと。魔を受け入れたとはいえ鬼と勝つつもりなどは待たないと。ククッと。はははははは。まさかここまで相入れなかったとはなと。いいだろう、ならば女のために死ぬがいいと。またするの？ガッと。おお。トールさん大丈夫ですか？お前はと。及ばずながら助太刀に参上した。やあ副長、苦戦してるみたいだねと。聞けばその男サウル団長の仇だそうですね。ならば俺たちにも仇を取る権利はあるはずです。お前たちザクどもが、せっかくの試合を貴様らごときが邪魔するかと。トール副長、我らに任せて先を急がれよと。神殿騎士団の誇りにかけてここで足止めしてみせますからと。わかったと。お前たち、あとは頼んだぞと。おうと。ああ、助かった、いい子だわ。ほんとね、もうあれ、またやり合うと思ったらね、ちょっと血の気引いちゃったよ。ああ、よかった。で、出てきましたよね、私。え、ちょっと待って、入れない。中から激しい剣撃の音が聞こえると。ここは彼らに任せよ、さあ先を急ぐとするぞと。え、ここから行けんの？これ私入ってきたとこだよね。どうやって急ぐの？え？はい、セーブしましょう。はい。え？帰るんじゃなくて行けるのね。いやー、よかった、ユニークさん来てくれてね。もうユニークさんも私の言い方変わってたね。すごく機嫌な感じでね、汚物を見るような感じで扱われてたと思うんですけど、まあ、前回助けたからね。あ、でユニカさんがやっぱり倒すのかな、そういう話になるのかな。ここは別にパラドックスというかそういう感じになるところじゃないんだよね。よいしょ。あ、でも、あ、これは岸丸さんと倒したからかな。経験値がめちゃくちゃ増えてるんだけどね。あ、なんか見えたね。今来るの分かったもんね。ちょっと待ってね。私は、どこ行きゃいいんだとか言いながらダメージ食らってたけどね。やったわ。ちょっと待ってよ。ういしょー、ういしょー。あ、逆側にいても食らうんだ、あれ。逆側にいるから食らわないと思ってたんだけどね。あれ？これどこ行くの？ちょっと待ってね。あそこ行けないんだよね、私ね。行けないんだったらどう行くの？これ行っても仕方ないでしょ？あ、下落ちるのか。え、下落ちていいのかな？あ、どこ食らっちゃった？で？ああ、結局ここで帰るんだよね。ちょっと待ってね。戦
とめんどくさいからね、ここはもうほっときましょう。で、ここ結構帰ってきたでしょ、これ。うん。帰ってきてるだけだよね、これね。で、逆にどうやってここまで来たのか考えましょうか。私、ここまでどうやって来たんだろう。この後戻るよね。戻るよね。これ戻ってきたよね。結局ダメなんだよね、これね。だね。まあ一応セーブしようか。これで死んだらまたやり直さないといけないもんね。もう彼と岸原さんと戦うの嫌だからね。セーブしましょう。あ、してるか。してるけど、もう一回しときましょう。だったら、ここから行きましょう。もう。なんか一箇所なんか行けそうなとこあったような、なかったような気がするんですけどね。でももう、最終局面でいいのかな？いや、でも装備が全然丸々揃ってないからね。あ、いや、でもあれだけ揃ってんのかな？鎧は揃ってんだね。ブーツと剣が揃ってないのかな？多分そんな気がするね。倒した？倒してないね。彼ら不死身だから、あれなんだよね。MP 消費のアイテム使えないんですよね。装備できないんですよね。彼が知らなくなっちゃうからね。あ、倒してなかった？倒してなかったのね。方向音痴の私にはとても辛い形ですね、これね。どうなりますか、これ。よいしょ。そっちじゃないと思うんだけど。そうそっちだね。よいしょ。どっち、こっちかな。いやー、もうゴリ寄せるね。ちょっと見せるプレイが全然できてないので、たまにはちょっと見せますか。見せてるのかな、これ。見せてるような気がしないんだけど。ほい。なんだろう、こっちの方がいいね。やっぱ数の方がメリハリがあっていい気がします、この動きがね。もう私がついていけない。よいしょ。で、こっちではないので、こっちなのかな、ちょっとわかんないですね。これ次のステージ動けるかな。あ、鏡の間だわ。そうだった、鏡の間に行かないといけないんだけど、鏡の間に入れないんです。あ、ここだ、ここ鏡、確か。違った。違ったね、ごめんなさい。上り階段だったのを覚えてるんですけど。よいしょ、よいしょ、すり抜けると思ったんだけど。すり抜け、これジャンプだね。はい、ボヨヨーンと行くんだよね。よいしょ。もうこれ彼いないから。よいしょっと。そっち行っちゃった。で、また回収と。で、こっち行くと、こっち行くとまた、もうこれはいいわね。はいはいはい。なんかあるかな？当たんないんだよね。今向こうさん撃ってるんだけど、全然当たってなかったね。鏡どっちだっけ？おお、またレベル上がっちゃった。もうね、風使ってるとホーミングしてくれるんでね。
もうぐるぐる状態が出てもね、やっときゃ勝手にやってくれるんで、あ、ここ来たんじゃない？あ、来たとこだ、ここ。あ、なるほど。こっから来るのか。で、こう行ったらいいんだね。もうね、レベルもね、上がっちゃいましたので、ステータスって見れたかな、これ。あ、何これ？何の音？あ、これでもう帰れるんだ、S キー。あー、なるほど。何のことかなと思っちゃったね。あ、S キーでも帰れるのか。しっかり作ってるね。あー、これは風使わない方がいいのかな。うわ、もう全然わかんない。なんかピヨってくれてたんですけど。あ、来た来た、鏡だ。あ、入れた。あ、そこそこ、なんか鍵もらってたね。そういやね、ここまたいいんですよ、これ。あ、これ確かね、この床の色にも、床の色に秘密じゃないんですけど、これ床の色がね、こうなってたら確か入り口に戻るっていう感じだったと思うんです。あ、なんか勝手に発動しちゃったけど、ですね、これね。あ、でもね、ここもう稼ぎどころなんでね、彼ら分裂してくれるんで養殖できるんですよね、うまいことやればね。これは、火がいいのかな？何がいいんだろう？かわいい声してるけどね、断末魔がね。こっちにしたらどうなんだろうね。でもこれね、MP が減るのがめちゃくちゃ減っちゃうんですよね。あら、私こっちから来たよね。で、こっちに行けばいいんだよね。こっちに行こっか。いや、追っかけすぎ、追っかけすぎ、追っかけすぎ。どう？あ、来たね。あー、でもほんとキシュガルさんが思ったほどじゃなくてよかったですね。あー、これ帰ってきちゃったかな。いや、帰ってきてないね。違うね、またこれね。もう10万超えてるよ。やばいね、これ。私、地形が分かってない。これ戻るんですよ。これ確か戻るんですよ、ここ行くと。ね？でしょ？ですから、この床の色のところに行ったら戻っちゃうので、前の2人とはどうやってたかな。あ、これさっきのとこかな。まあ、なんせもう去年の話なんでね。さっぱり覚えてませんね。あ、彼が生み出すのか。ということは、彼生かしてるとずっとできるのかな？生まない？生まないか。あ、彼がピーって鳴くのか。これ戻るんだよね、多分ね。ああ、そうだね。ということなので、これ行った後は、上に行っちゃダメなんだね。じゃあ右行きましょう。さあ、とりあえず一遍これで回収をして、あ、3匹いるね。いやー、でもほんとね、雑魚やってる時はすっごい気持ちがいいんですよね、このゲームね。すごい。あ、なんだかんだで食らってるね。どっち行きゃいいだろう。
はい。おお、気絶させる、早かった気がする。で、あ、ここ来たね。おお、いでででで、いでででででで。斜めにスライディングするの下手くそなんでね。あ、上向きにスライディングしましょう。あ、スライディングした今。うわ、もう分かんない、分かんないね。あ、でも経験値少ないね、思ったよね。ガンガン上がってくんないわ。ちょっと待ってね、地図が覚えれない。ここにあれな、あ、高い箱来た。ここにあれなかったよね。ここには確かあのセーブポイントなかったはずなので。ああ、こうやって帰ってる。あ、ちょ、あ、ででで、おい。ああ、2万 SP ね。うん、ポイ SP はまあいいんだけどね、いいんだけど、アイテム欲しかったな。こっちは多分ダメなんだよね。なんか上がダメな気がするんですよね。ああ、これさっき取ったね。よいしょ。彼らは気絶しないのかな、ピオらないのかな。うん、あの親玉はねピオるんですけどね。お、ピオった、ピオった、ピオったね。まあまあ、あの今私全然目がついていってませんでしたけどね。うー、ちょっと待てよこれ。これ一番最初に回ってたところのはずなので、そうだね、これそうだね、うん、これそうだわ。で、倒したら敵出てこなかったのかな、ここ。そうだね、敵出てこないもんね。これ左行ったら帰ったような気がするんですけどね。ね、帰ってきたね。ということは、あそこ右か。あー、もう時間なんだけどね。時間なんだけど、この敵が出てこないのをチャンスに。あ、これ行ったらダメなんだね、こっちだね。来ちゃったね、ここね。ああ、戻ってきちゃったか。上行っちゃダメなんですよね、これ。帰ってきちゃったね。じゃあね、ちょっと時間なので、それじゃあこの辺で一度戻りましょうか。どっちがいいのかな、こっちがいいのかな。はい、じゃあね、この辺で、あ、そうだ、飲酒強化できますか ?14 万、あ、できるね。それじゃあね、この辺で終わっていきましょう。あー、でも、紀州原さんが、ことのほか弱くて助かりました。それではですね、いんやかしゃ。この辺で終わっておきたいと思います。イーソーリジン、登録の辺で、ね、終わっておきたいと思います。まあ、ないや、終わっておきます。どうもありがとうございました。